奪いました。熊本素早く攻撃に転じた。上がっていく、中つないだ、いいよ、先制は熊本、カウンターから最後は島田、今シーズン4点目、素晴らしいショートカウンターでしたね。一気に会場のボルテージ上がりました。からのボールをアン選手にピタッとこうつけられたっていうのが大きかったですね。このあたり、まあ、八久保から最後は島田という展開になりましたが、まあ、アン選手収まりますから、それに対してはもう追い越しの動きで八久保選手がアン選手の後ろではなく前に関わった、はい、